やるか。やろう。鉄夫ちゃんルート。嬉しい。いっぱいうーってしてる鉄夫ちゃんみたい。旧安田庭園。安田庭園なんや、最初。そう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 。なんか、ここから移動してるんだよね、緑公園におったもんな、最初。ね。うわ、エリオジュンどういう風にやってたっけ？普通になんか、適当なチャラ男っぽい感じだったっけ？で、やってたんじゃない最初。うん。ボス、鑑識も撤収して、現場の復旧が完了しました。ケーラ隊も解散して我々が最後です。ケーラ隊って何？ケーラ隊。初めて聞いた。これで明日からは、公演も元通り再開できそうですね。事件のあった直後の公演なんざ、あんま来たいとは思わなさそうだかな。早速やってくれてる。って。これがお望みか。で、とっちゃん分かってるじゃん。眉ピクピクすんねんな。うん。いや、逆にそういうの好きな人が集まってくるかもしれないじゃないですか。今、オカルト系がすごいブームなんですよ。知らないんですか、ボス。くだらね。そりゃ、非科学的な話ですけど。まあ、本当に幽霊なんて出るなら、殺人事件の犯人だってすぐ教えてもらえそうですしね。な、都合よく話が聞けるもんでもねえだろうよ。あ、でも最近コックリさんっていうのが女学生を中心に流行ってるらしくて。あー、ここでも繋がるんだね。コックリさん。うん。コリックさんね。コリックさん。なんでも霊を呼び出して文字盤で対話ができるんだとか。すごいですよね。そんなに気になるなら、てめえで試してみたらどうだ。お、それいいですね。今度一緒にやりましょうよ、ボス。あ？え、ジョンヌルじゃねえ。俺とお前で向かい合って座って、10円玉に仲良く指乗せろってのか、コックリさん知ってる。かわいい。コックリさん知ってるやんけ。うん、知ってるし、冗談じゃねえって言って、なんか、この顔になるのもいい。かわいいってと仲良しの証やろ、こんなん。ねえ。めちゃくちゃ詳しいじゃないですか。でもこれからの時代は、きっとそういうのも受け入れる柔軟さが必要ですよ。とんだ笑いもんだ。そもそもな、エリオ。お前の同期の殉職をオカルトで処理しようとすんじゃねえよ。ああ、同期。つまり、カイリヒタとも同期かな。同期よな。うん。心霊だろうが、オカルトだろうが、何だって頼りますよ。それだけなりふり構っていられないんですから、こっちは。あいつを殺した犯人は、絶対俺が捕まえてみせます。心がけはいいが、まだ今回の事件が殺人と決まったわけじゃねえ。先入観は判断を鈍らせる。あまり入れ込むと周りが見えなくなるぞ。オッケー、ボス。それじゃあ、現場検証も終わったんで、これまでの情報をまとめておきましょう。え、今から？もう遅いし、撤収する流れだっただろ、今。いや、ちょっと可愛いよな。可愛い熱をフ帰らせてくれよって顔してるもん、すごい。いや、ほんま、すこ。え、今からか？ほら、正しい情報を確認しておかないと。それに、現場にいるうちにやった方が臨場感あって気分も盛り上がるでしょ？いや、上がんねえ、上がんねえよ。もう一度言うぞ、上がんねえって。かわいいな、鉄夫ちゃん。このコンめっちゃいい。うん。そんなんで盛り上がるの、よっぽどのオカルト好きだけだぞ。いや、鉄夫ちゃんなんか、詳しそうだったけどな、コックリさんめっちゃ知ってたし。うん、え、上がんないんですか、ボス。まさかそんな、どうして。いやいやいや、俺がおかしいみたいな空気にすんじゃねえよ、クソ。上がったよ、もう。じゃあさっさとやるぞ。オッケー、ボス。エリオ・ジュンに振り回されとる。なるほど。まあ、周囲も観察していいんじゃない？うんうんうん。せっかくやし。そうだね。周囲。
ここ墨田区横網一丁目にある旧安田庭園は、江戸時代に大名庭園として造園されたもので、何年か前に区の管理する公園になって全面改修が行われたばかりです。夜中なので人の姿もなく、あたりは完全に静まり返っていますね。現場。この辺りに被害者が倒れていました。今は、綺麗に片付いてます。あんな事件があったのに、公園は何もなかったかのように元通りですね。事件は、一度起こってしまったらもう、なかったことにはならないって。分かっていても、やっぱりやるせなくなりますよ。庭園ってまあそんなもん、あ、池か、と。この池、かつては隅田川の水を引いていたらしいですが、川の水質汚染が進んだため、現在は、取水は止められているそうです。このくらい、汚れてるからな、隅田川は。そうだな。隅田川の水をここに持ってきたら物騒なことしか起こらんよ、多分。うん、浄化されてても、隅田川は汚れてるって話したもんな。エリオジュン。エリオジュン、警視庁捜査一課刑事、階級は巡査部長。え、すごいね。最近ようやく主任になって新米から若手に昇格した感じだ。爽やかな外見に反して態度はふてぶてしいが、案外こういうやつがこれからの警察には必要なのかもしれん。お堅い仕事だと思われるのもね、あんま良くないですから。話すとかしかないのかな。話す前にちょっと考えてから。考える。哲夫ちゃんの考えを知りたい。知りたいね。なんだか嫌な感じのする事件だ。こういう予感はよく当たるんだよな。もっとも、俺らが借り出されてる時点でもう厄介なことになってるんだろうが。そうね。本庁だもんね。本庁の刑事が自ら赴いてるからな。事件について堤のこと。堤のこと？哲夫ちゃんについて知りたいな。いや、それにしてもボスが捜査一課に戻ってくれて俺すごく嬉しいです。あ、もともと別の場所にいたのか。この昔からまさに天の上の人ですごく尊敬してるんですよ。そもそも俺堤警部に憧れて刑事になったようなもんですから。ああ、お前さん、それな、警察学校に入った頃から周りもそういう風に触れ回ってるようだが。はい、だって本当ですから。4年前、俺が捜査一課に配属されるのと入れ違いで別の部署に移動しちゃってショックでした。今回こうしてペアで捜査できることは未だに夢みたいだって思ってます。いやー、いいなー、いい笑顔。いい笑顔。かわいいじゃん、エリオジュン。それはまあ嬉しいことなんだが、だが、その割には何だ？何ですか？敬意って言うかよ。あるだろ。叱るべき態度ってもんが。え、すごく尊敬してますけど？ボス、猛録しちゃいました。いや、それだ、それ。そういうところ。可愛いからいじりたくなっちゃうんでしょ。もう夜も遅いから眠いんですね。かわいい。小馬鹿にするな。大丈夫です、ボス。できるだけ早めに切り上げますから。ああ、わかった、わかった。いつもすまんな。でも眠たいか。あ、眠たいのには変わりないのか。だから早く帰りたかったのかな。まだ聞ける。俺、今日もずっとボスの敏腕プレイ、合ってる。俺今日もずっとボスの敏腕プリに痺れっぱなしですから。おお、そうか、奇遇だな。俺もお前のスレスレの態度に痺れっぱなしだ。ああ、聞ける。これ楽しいぞ。楽しいぞ。あ、同じ。あれ、同じか？あ、これチェックでもつかないってことは、多分こっち聞いてからこうなるのか、また。最初は昨日の早朝に、この公園の敷地内で男性が倒れて死んでいるのを管理人が発見し通報しました。もう呪いやな、これ。すごい表情で。そうだね。心臓発作でも起こしてる？
目立った外傷は見当たらなかったものの、被害者が現職警察官であったことと現場に争った形跡があったため事件性が高いと判断。あー、争ってんだ。おお。警察官の変死事件として墨田署に捜査本部が置かれ、本庁からも出動し捜査が行われることになりました。我々の任務は被害者に何があったのか、事件性がないかを調査することです。事件の概要としてはそんなところでしょうか。うん。ああ。被害者、外者のことも聞けると。そうだね。まだでも事件については聞けそう。うん、聞いてみていいんじゃない？だから聞こう。それにしても、ボス。ん？今件は、いきなり捜査本部が設置されるほどの重要事件だったのでしょうか。そりゃ、俺にとっては同期が殉職するっていう重要事件ですけど。重要事件ですけど。おかみの判断だが、まあいろいろあるんだろうよ。おかみって読むんだ。おかみって言うねんな。おかみってこれから読もう、これ。ボス、何か知ってますね。事情はおいおい分かってくる。焦んな。でも考えてみれば、今はまだ被害者の身元くらいしかはっきりした情報がないわけですから、被害者に何か特別な事情があったってことですよね。うん。例えばあいつが何かしらの重要な秘密を握っていたとか。そうなんですよね。お前、ドキドキするいな。そこまで理解できてるなら、おいおいって言ってるんだから、少しさしとけ。まあこれから知る情報と、つながることやぞっていうことかな。うん、まあ調べてきゃわかるから、おめえは黙っとけって。我々の任務は警察官の変死事件の真相解明ということになりますね。で、これで終わりかな？ OK。うん、じゃあ、会社について。被害者は、墨田署、生活安全課少年係の警察官である、吉見はじめ。27歳独身。吉見はじめかな？吉見はじめ。うん。主に少年事件や、少年育成に関わる案件に携わっていました。階級は巡査長です。そいつのことはお前詳しいんだろ？どんな奴だったんだ？はい。ヨシミとは警察学校の同期で、今でも 1,2 ヶ月に一度は飲みに行く間柄でした。態度はやや粗暴ですが、同期の中でも兄貴分で、とにかく仲間思いで面倒見のいい男でした。いや、いかついもんな、なんか。だいぶいかついな。うん、なんか元悪ガキ感すごい。やんちゃしてそうではあるけども、警察学校とか行ってたって考えたら、うん、まあそういう真面目な部分もあるんやろうな。仲間思いとか。そうね、その警察学校に行く前まで、ちょっと悪やってて、その警察の人とかに、こう、構成してもらって、俺も警察になるよ。みたいな。そう。感じなんかな。いやー、ベタだけどそういうの好きよ。良くも悪くも、お堅い警察官タイプじゃなく、人情派だったので、市民からも人気あったようですね。問題を抱えた少年たちに対しても、一人一人親身になって接して、公正に導いた実績も豊富です。そりゃまた惜しい男を亡くしたもんだな。はい。本当に、心底そう思います。警察も危険な仕事なので、俺もある程度は覚悟してはいましたが。分かっててもやりきれねえよな。こればっかりはよ。あいつ、昇進には興味なさそうでしたが、実績で言ったら同期の中でもピカイチでした。ただ、問題のある行動も多くて、始末書の数もピカイチでしたけど。いやー、ぽいわ。いいな。そういう型破りな男こそ、多様な犯罪への対応に必要だと、俺は思っていましたよ。ああ、人物リスト更新。吉見はじめ、男、生活安全課、警察官。読んでもらおうかな。あ、読んでくれる流れじゃなかったね、今。いや、読むじゃん。どっちもいいけど。
墨田署の生活安全課で主に少年事件、少年育成の事案を担当していた警察官。階級は巡査長で、エリオ巡とは同期。昨日の早朝に旧安田庭園内で変死体として発見されている。うんうん、若い頃は暴走族の一員で好き放題やっていたが、後に更生して警察官となると、暴走族時代の経験を生かして不良少年たちの更生に親身になって取り組むようになった。まあ、自分やから気持ちはわかるっていう。うんうんうん。訴えかける、情に訴えかけるやつね。うん。見た目や態度こそ粗暴な印象を与えがちだが、根は義理堅く、熱血感なところがあり、面倒見もいいため、同期の中でも兄貴分として慕われている。少年案件では非常に優れた実績を上げているが、書類仕事が苦手なのと、生活態度がとても褒められたものではないことから、提出した始末書の数も多く、出世は絶望的と言われている。いや、いいなぁ。書類仕事が苦手なのとっていうのが。ね。最後。学生時代から付き合っている婚約者がいる。婚約者を置いて死ぬなぁ。これはきついぞ。ああ。じゃあさ、その暴走族の時にこう、やんちゃしてた時からずっと一緒で、更生して警察になって、こういう風なことしてっていうのを見守ってきてくれてる人がいたのに。なあ、辛いよな、これ。きつーなんて、そんな、かわいそうに。安心しな。お前さんも十分型破りだよ。え、俺なんて同期の中でも至って常識的な人間ですよ。それに同期で圧倒的に型破りだったのは、すでに退職しちゃったあいつですし。あ、あ、カイリヒタだ。カイリヒタ。まだそれ以上のやつがいるのかよ。はぁ、奇跡の世代みたいな感じなんやろな。そうね。ってことは、残り、3人いるのかな。残り3人おるってことやな。うん。なんか増えたな。オカルトのこと、死因と状況。まあ、被害者についてもう少し聞けそうなんかな。そうだね。聞いてこう。ヨシミ自身、学生時代はだいぶ荒れてて、頻繁に警察の世話にもなっていたそうですが、当時の担当警察官が親身に向き合ってくれて、構成することができたんだそうです。いやー、そうだよね。もう予言通り。で、その恩返しをしようと、警察官になるために初めて真面目に勉強した、と言ってました。おー、いい話だな。そういう話は大好物だ。いっぱいやりたくなってきた。いい笑顔。殉職した同期の経歴を魚にしないでくださいよ。献杯だよ、献杯。お前も殉職するまでに惜しんでもらえる逸材になるよ。鉄夫ちゃんの指の先細っ。細っ。指先細っ。細っ。苗木誠の親指ぐらいやろ。ちっさーって。いやー、これ気持ち分かったわ。突っ込みたくなるわね。やろ。うん。なんで殉職する前提なんですか。それに、俺が殉職したら、まずはボスが惜しんでくれるんで、大丈夫です。そこで引くのやめてもらえます？こっちの式にも関わるんで。まあ、俺が惜しむかどうか、これからの捜査次第だな。ああ、鉄夫ちゃん、すこ。俺には見えますよ。ボスがみっともなく、エリオを死ぬなーって泣き叫ぶ姿が。俺にはお前の中で今どんな事態が起こってるのかが見えねえけどな。いや、もうすごいですよ。その時が楽しみです。楽しみにするな。いや、自分の殉職を楽しみにすんな。しっかりしろ。ったく、大した逸材だよ、お前さんは。ん？ありがとうございます。あ、いいわ。逸材って認めてるやんけ。ねえ、逸材になれよって。なんだかんだ、認めてるやんけ。言ってるのにもう逸材だよって認めてるから。大好きやん。エリオンシュンのこと。いい関係。これもう本当に相棒じゃん。うん。ドラマ作ってほしいね。エリオンシュンと、堤哲夫の話欲しいな。うん。被害者の家族は？ヨシミの実家は、
足立区の北千住ですが、ご両親はすでに他界されていて、今はそこに一人で住んでいました。兄弟もいないので完全に一人です。何度か吉見の家で飲んだこともありますが、そこそこ古い伝統ありそうな大きな家で驚きました。なんて言うんですかね、お化けとかが出てもおかしくないような。そんな家に一人で住んでいたのか。なんか格式高そうで、吉見が学生時代に荒れていたという話と結びつかない印象でした。そういうのが潜入かってねんだ。古い家柄ならなおさら複雑な事情があったりするもんだろう。それも潜入感じゃないですか。でもそのあたりの事情はどんなに酔っててもはぐらかされて、詳しいことは知りません。うん。あ、それと、ん？吉見には婚約者がいました。学生時代から10年以上も付き合っている女性で、そろそろ本気で結婚を考えていたようです。名前は、なんて言ったかな。一度写真を見せてもらったことがありますが、かなりの美人でした。あ！え？え？もしかして？稲垣、え？違う、なんだっけ？名前忘れちゃった、また。ゆうたろうと一緒にいた女の子、波垣だったわ。って、まだ名前出てない。名前出てない。あの子がそういう理由のもとだったらなんかわかるなーって思っちゃったな。あー。亡くなったから、うん、じゃあ他の男にしようやった。いやー、他の男にしようというよりかは、その、再婚を貯めたら自分が、ああ、なるほどね。はいはいはい。そう、蘇らせたい相手っていうのが、名前忘れちゃったけど。よしみはじめね。あ、そう、よしみだったのかなって今。ああ。思った。関わってくるかな。かなぁ。でも、ゆうたろうくんと一緒にいるってことは若そうだと勝手に思ってたんだけどね。ゆうたろうっていくつよ？大学生くらいじゃなかったっけ？大学生だ。ああ、大学生やから、うん。ギリでも22とかで、5つ離れてることになるからな。そうだね。よしみ。ああ、年齢わかんねえ。27って言ってた。27か。うん。あ、27か。27。あ、じゃあ、まあまあまあ、あるんじゃないかな、なんか。まあ、多少の差は全然あり得ると思うけど。うん。だし、波垣雄太郎、というその大学生と、うん。その、協力してるってだけで、別に、もともと接点があったわけじゃないかもしれないよね。大学同士の間柄じゃないかもしれんってことか。うんうんうん。10年以上の付き合いやから、高校時代に付き合ってんのよ。うん、うん、のはずだね。うん。17。うん、そもそも17の頃から付き合ってて、今27やから。うん。どうなんやろうなぁ。でもありそうよな。ありそうだし。現れてはおるけど、うん。まだ一切情報がわからん女性。うんうんうん。ぽいよね。なんか一緒に協力して蘇らせたい人がいるっていう美人な子って言ったら、うん、うん。あの人って感じするんだけどな。そのために、ゆうたろう利用してるかな。うんうん。あるんじゃないかな。あるんじゃない？ね。ゆうたろうがいなくなったら去ってっちゃうところもなんかしっくりくる気はする。うんうんうん。そうか。そいつには気の毒なことだな。だが、最近のよしみの背後関係に詳しいかもしれん。話を聞いておきたい。そうですね。よしみの身内と呼べる人は、今はその婚約者だけなので。多分、墨田署内の誰かが連絡してるはずです。明日確認してみましょう。明日か。明日になんねんや。あ、まだ聞ける。あ、そうだ、ボス。最近、吉見が担当していた案件についても確認してありますけど。そう、それだよ。そういう情報が欲しかったんだよ。事件当時、吉見は、どんな事案を担当していたんだ？ですね。事件前日の報告書によると、事件の当日は2件の少年案件を抱えていたようです。うん。一つ目が、
一週間前に亀沢で起こった女子高校生の投身自殺です。うん、白石道夫ね。ああ、あったな。自殺したのは、駒形高校2年の白石道夫という少女なのですが、吉見はそれよりも前に何度かその子と接触をしていたみたいですね。おー。うん。かねてから問題を抱えていた子だったわけか。いや、それがわからなくて。先月、街でたまたま見かけて思い詰めた様子なのが気になって、よしみから声をかけたそうですが。何かあるのは間違いなさそうなのに、何も教えてもらえなかったようです。何やら家庭内に問題ありそうだな。よしみもそう思って、一度白石道夫の自宅に行って親御さんとも話したそうですが、親権者に、大丈夫だと言われてしまったので、もうそれ以上は踏み込めなかったということです。で、そんな矢先にその子が自殺をしてしまった。なるほどな。よしみとしても防げたかもしれない案件だったと。なあ、悔しいなあ、それ。悔しいよな。大丈夫で片付けられて、大丈夫じゃなかったからな。悔しかったでしょうね。それで、白石道夫という子の事情を改めて詳しく調べていたようです。自ら命を絶つまで追い込まれるほど、少女の身に何が起こっていたのか。その調査結果については、まだ報告はされていませんでしたが。なるほど。吉見の変死はその調査が関係している可能性もあるわけか。吉見のやった調査の内容を追跡する必要があるな。いや、結構追う内容が多いな。多いな。はい。ではその件についても、明日墨田署に確認しましょう。あ、でも明日なんだ。まあ、さすが警察って言ったところやけど。すごいな、ずっと聞けるな、被害者について。聞いてってもいいかな？うん。で、吉見が担当していたもう一つの案件は？こちらも、駒形高校の女子生徒ですね。あ、奥田さんかな。奥田さんだね。うん。奥田瞳というやや問題のある生徒がいまして、いわゆる不良グループのリーダー格なんですけど。非行少年事案か。一時期は手もつけられないくらい暴れ回って、器物破損や傷害事件の常連だったんですが、ここ半年くらいじっくり接していって少しずつ心を開いていたそうです。で、吉見は事件の当日もその少女と面会をしていたとのことです。どの学校も荒れてるんだな。だがよ、よしみがこんなことになっちまったら、その子が心配だな。そうですよね。せっかく信頼できる大人ができたかもしれないのに。しっかりケアしないと、また非行に走る可能性がありますよ。そこは墨田署の安全、生活安全課でしっかり引き継いでもらわねえとな。だがしかし、まあ。ん？吉見のその不良娘との面会が変死に関係している可能性もあるわけだ。その子からも事情聴取をさせてもらわにはならんよな。いやー、飛行に走っちゃいそう、それ。あ、そうですね。下手したら当日の吉見の最後の様子を知ってる唯一の証人かもしれないですし。明日、墨田署に確認して会わせてもらいましょうか。ちょっと、まともに話を聞かせてもらえるかはわかりませんけど。そういう時こそ、お前さんの出番だ。その甘いマスクで安心させてやるよ。ああ、確かに、ボスみたいなこわもてのおっさんが迫ってくるよりは全然マシだと思いますけど。言ってくれるな。おお、少しは着せろ、絹。その爽やかな白い歯に絹。着せてますけど、割と絹。マジか、わきまえてそれか。すげえな、最近の若者は。これが新人類か。ウィーじゃなくて。ああ、いや、俺だけだと思います、きっと。お前さんのそんな態度が許されるのも俺だけだぞ、きっと。キャー出てああ、いいなぁ。鉄尾純いい。いいね。あ、そんなことよりボス。
そんなことって言わないであげてよ。そんなことより今大事なこと言ったぞ。ねえ、あんなにいいキャッチボールしたのに。明日確認することが結構出てきましたね。怖いわ、エリオが。被害者の吉見はじめが担当していた駒形高校の女子生徒に関する案件が2件。あとは彼の婚約者に話を聞きたいといったところですよね、明日は。うん、資料が更新。吉見はじめ関連のメモ。よろしく。概要。旧安田庭園で発見。死亡時刻は2日前の夜11時前後。ほうほうほう。原因不明の急性心不全による突然死。うん、現場には争った形跡があり、目撃者を捜索中。第一発見者は公園の管理人。被害者が対応していた駒形高校女子生徒2名と婚約者を参考人として調査中。なるほど。吉見はじめ関連のメモと。心不全になりそうな呪いってなんだ？七不思議。全部そうなんじゃない？え、でも違うか。だって、そうそうそう、あの、どれだっけ、置いてけぼりはさ、歴史じゃんね。うんうん。バカ林はなんだ、本庄の七不思議からちょっと見てみる？候補。うん。置いてけぼり、バカ林、送り提灯、送り標識、落ち葉なきし、津軽の太鼓、うん。津軽の太鼓は、やっこちゃんか。いや、バカ林じゃない？あ、バカ林か。津軽の太鼓って、うん、あれどっかで聞いたっけ。いや、まだないんかかな。送り表示儀はだって熱い熱いっつって消死するでしょ。うんうん。でバカ林はなんだ。バカ林はあの音を30秒聞かせる。うん、聞かせると死ぬ。死ぬ。それは何で死ぬんだろうね。でも、やっこちゃんは、うん、そのタイミングで所持してないから、うん、違う人。で、落ち葉なきしは多分、足片方なくなるとかで死んでるはず。だから、みおちゃんとかが死んじゃった時と同じ。なのかな？だと思うから違う。足洗い屋敷は、あ、違う、落ち葉なきしじゃねえか。片鼻足か。片鼻足、うん。足洗い屋敷は、あれよ、ゆうたろくんやから。ゆうたろ、そうだね。うん。まあ、落ち葉なきし、うん、か津軽の太鼓のどっちかになるのかな。うん、あ、津軽の太鼓っぽいか。なんかドーンドーンって心臓に響きそうじゃない。なんかなあ。まあどっちかっぽいけど、うん、あとは、まあ、あれや、哲夫ちゃんが何を持ってるかによるな。あー、確かに確かに。なんだろうね、哲夫ちゃんは何の人だろう。いや、情報多いよ。多いね。ああ、でも被害者について全部聞けたね。じゃあ、死因と状況について聞こうか。うん。被害者の死因については、まだ検視が終わってないので確定はしていませんが、おそらく、急性の心筋梗塞、いわゆる心臓麻痺による突然死だと見られています。持病もなく、目立った外傷もないので、毒物や薬物による死の可能性も考えられます。公園の、ああ、間違った。乗っ取った。公園の真ん中でそんな状態だったら、それは確かに不審死だわな。現場には争った形跡があり、周囲の足跡からも、誰が、ん？周囲の足跡などからも、誰か別の人間がいたものと見られています。別途その人物の捜索が進められています。うん。そいつさえ見つかれば話を聞いて全部解決するかもしれんわけだな。そうですね。それで終わればいいですけど。あと、吉見の持ち物は、財布と警察手帳が衣服のポケットに入っていただけです。物取りの犯行じゃねえと。まあ、物取りがわざわざこんなガタイのいい警察官を狙うとも思えんが。そうね。ちなみに吉見ですけど、若い頃は喧嘩でかなり腕を鳴らしたそうです。警察官になってから始めた柔道でも、すごいスピードで段位を取ってました。生身で立ち向かうのは、よほど腕に覚えがあるやつでもないとありえねえか。やっぱりそう考えてくると、直接戦って争ったみたいな
感じではなくなってくるよな。なさそうだね、うん、やっぱ呪い関係なんだろうな。死亡推定時刻は2日前の夜11時前後。もちろん公園の開園時間外です。で、発見されたのは昨日の早朝になります。一昨日の夜11時前後。そもそも吉宮はそんな時間にここで何をしていたんだ？はい、そこなんですよね。公園の入り口は閉園時は閉じられていますが、小さな門扉なので侵入しようと思えば入るのは容易です。もちろん不法侵入になるわけですが、ボス、何が考えられますかね。誰かに呼び出された。人情に熱いからね。うん、行くんじゃないか。駆けつけちゃうぐらいの事情が。うん、警察官の吉見が自分の都合で不法侵入するとは考えにくいわな。ここには別の誰かもいたようだから、そいつに呼び出されたとかじゃねえか。なるほど、その可能性は高そうですね。ってことは密会だな。こんな場所でこっそり会う必要があったなら、吉宮はここで誰かと秘密の取り交わしをしていたってことになる。その結果、争いになって。いや、死因の件と腕っぷしの話もある。衝動的な行為による窒傷じゃねえだろ。うん、何かしらの準備はあったはずだ。なら、計画的な犯行？ってことは、その人物は、最初から吉見を殺すために、この公園に呼び出したってことですか？そうなってくるよな。うん。まあ、まだ事故の可能性も捨てきれねえし。事故、うん。毒物で脅迫による取引が決裂して、結果意図せず殺してしまったという線もある。死因が分かればもう少し絞れそうだが。なるほど。死因ね。うん。オカルトのこと聞く？聞いてみよっか。これで呪いの線につながるのかな。うん。そういや、オカルトって言えば、ボス、知ってますかね？なんだ？今、巷で話題になってる、蘇りの秘術っていうやつです。うわぁ、出た。お前までその話かよ。知ってるんだ。知ってるんですか？意外ですね。世間が騒ぐのは勝手だが、そういうのを仕事にまで持ち込むんじゃねえよ。ですけど、この件は他のオカルト話よりもなんだか具体的というか、現実味あるというか、どうやら話の発祥となったのが、ここ墨田区本所らしいので、もしかするとって。やめろやめろ。そんな秘術だとか、六名簿だとか、関わったってろくなことになんねえ。って言いながら、なっちゃうんでしょ？六名簿のことも知ってるよな。ねえ。走り主なっちゃうんでしょ？めちゃくちゃ詳しいじゃないですか。ってか、もうなってんのかな？なってるんじゃない？すでに。ボス、もしかして、そういうオカルト好きなんじゃないですか？やめてくれ。いや、ほんと冗談じゃねえ。仲の良かった同期が死んで、蘇りの秘術に希望を感じる気持ちもわからなくはねえが。死者が生き返るなんて、そんな都合のいい秘術があってたまるか。そんなもんに耐えるんじゃねえ。いいな。怒られちゃった。そう、悲しそうな顔してたな、医療順。じゃあ。包みたことしかない。哲夫ちゃん。そうだ、家族といえば、ボスの家庭ってどうしてるんですか？おお、なんだ。いきなりプライベートに踏み込んでくるとびっくりするじゃねえか。びっくりしてる哲夫ちゃんも可愛いよ。いえ、これまで一緒に捜査をしてきましたが、家に連絡したりとか、そういう素振りもなかったんで。もしかして、独身ですか？あ、これは、妻と子供を、どっちかなくしてる？もしくはどっちもなくしてるんじゃないか？あるんじゃない？あるんじゃないか？うるせえよ。大きなお世話だ。いや、俺警察に入って思ったんですけど、警察組織ってやたら若い警官に結婚しろ結婚しろってすごい圧で進めてくるじゃないですか。
あれ何なんですかね。ボスは行ってこないですけど。知るかよ。俺だってその圧に負けて20年前に一度結婚してんだからよ。一度って言ったら。あら、そうだね。ああ、あれ、それじゃあ。うるせえな。4年前に娘を連れて出て行っちまったんだよ。言わすな。ああ、よかった、死んでなくて。まあ、生きてるだけまだ。うん。おー、これは失礼しました。ボスと別れるなんてもったいない。まあ、俺も仕事中心で家庭は完全にほったらかしだったからな。毎日遅くまで帰らねえ。急に呼び出される。それでいて常に命の危険がつきまとう。いや、大変な職業ですよ。そんな夫に付き合わされてたら、それは身なんて持たねえだろうよ。はあ、そういうもんですか。命張ってるのに切ないですね。あ、もしかしてボスが以前に捜査一課から移動したのって、それで？ふん。もう手遅れだったかな。お前もせいぜい気をつけろよ、ヘリオ。って言われても、この仕事してたらどうしようもなくないですか？こんな仕事を理解してもらえる相手なんて、警察関係者かその親族でもないとは。あ、そうなってくるんか。そう、だけど、それでも、春江さんは辛そうだけどね。ああ、そういえばボス、娘さんがいたんですか？その流れで娘の話を出すんじゃねえ。タイミング最悪すぎんだろ。やんねえよ。いやいや、決してそんなつもりじゃないですけど。おいくつなんです？ちょっと狙ってる？おい、踏み込んでる。興味が心身すぎる。もう少し隠せ。いや、冗談抜けてちょっと訳ありの娘だからな。そこらの男じゃ太刀打ちできねえんじゃねえか。試してんのかな。今は大学に通うため一人暮らししてるらしいが。あ、こっちか。どっちだ。どうなんだ。大学に通うため一人暮らししてる。おお。こっちがその女の子だったりするのかな。ゆうたろうくんと一緒にいた。婚約者、わかんねえ。どっちかに当てはまりそうだけどね。女子大生。今人気ですもんね、女子大生。おい、やめろ。そうやってすぐラベルで判断するな。でも一人暮らしですか。それは心配でしょう。心配しようにも、どこに住んでるのかも知らねえありさまだしな。ああ、教えてもらえてないんですね。しつこくつきまとったりするからですよ。してねえって。あ、多分。つきまとってねえよ、多分。いやいや、またまた、素直じゃないんですから、もう。あのな。お、ボス、そんな見た目で照れちゃって、可愛いところもあるじゃないですか。いや、もう、ずっとひたすら可愛いよ、鉄夫ちゃんは。何の話だよ。急に持ち上げんじゃねえよ。感情の持ってきどころが迷うんじゃねえか。俺、喜んでいいのか、怒っていいのか分かんなくなってるってこと。分かんなくなってるってやつだね。可愛いね。もうこの話終わりだ、終わり。終わっちゃった。これで全部話したんかな。ああ、まだ聞ける。まだあった。まだ聞ける。ちょっと一回セーブしよう。鉄夫ちゃんの話いっぱい聞けるの嬉しい。はい。まあ、そういえば、ボスが結婚した20年前頃と言ったら、ちょうどこの辺りで、ねじま事件があった頃ですよね。ああ、よく知ってるな。結婚から1、2年後ぐらいだったな。ボスがその犯人を検挙したんですよね。警察学校の講義で習いましたよ。あ、そうなの？へえ。俺は当時小学生でしたが、なんかやばい犯人が捕まったとかで話題になってたのは覚えてます。あれな。事件が発覚したのも検挙できたも、本当に偶然だったからな。春江さんが見つけたことがっていう話だね、あんまり思い出したくもない。とにかく胸クソ悪い事件だったよ。あんなの講義であって周りは引いてなかったか。
近くでこの顔いいね。俺も含め全員ちゃんと引きまくってました。だよな。当時全く疑ってなかった温厚な男があんな凶悪事件の殺人犯だったわけだからな。本当に些細なほころびを見落としてたら完全に取り逃してたかもしれん。結局立件できたのは殺人一件だけで余罪は追及できてないんでしたっけ。ああ、証拠が出なかった。あの慣れた手口が初犯のわけねえと思ったが、犯人の根島文親は豚箱にはぶち込んだが、まるで勝った気がしねえ。負けっぱなしだ。完全に追い詰めれたわけじゃないもんな。その余罪を見つけ出せんかった、証拠が出てこんかった、うんうん、っていうところに悔しさを覚えてんのかな。うん、だって本当だったらその20年ちょっとじゃ出てきちゃダメな人だったってことだもんね、うん、当時の関係者、被害者の同級生たちが負った精神的ダメージを考えるときついよな。そうか、20年も経つのか。ああ、嫌なことを思い出した。すんません。あ、終わったかな。さてボス、まとめはこんなところでしょうか。結構長いことまとめたね。ねえ。うん、あとは明日な。明日撤収だ、撤収。眠そうですね。え、何よ。来た。おお、突然出た。これ誰だろうな。う、ボス、突然どうかしました。猛録しちゃいました。くさ、やっぱそっち案件かよ。騙されるな、それこそが嘘。信じてくれ、真実に気をつけろ、なんかな。ボス、どうしたんですか。そっちに何かあるんですか。あっかんべーってしてる。ああ、ほんとだ。鉄夫ちゃん、突然だな、ほんとに。深く悲しい。欺こうとする者を永遠の闇に吊るすべし。殺して。殺して。欺こうとする奴を。みんな殺して。呪詛玉、落ち葉なきシーラ。呪いの力で意図的に虚偽の話をして自身を欺こうとした者を呪い殺せるようになりました。うわぁ、すげぇ。虚偽の話をしたタイミングで呪詛行使ボタンを謳歌してください。怖っ、これはやば。刑事には持ってこいやけど、うん、でも殺しちゃうのちょっと嫌。殺したらだって結局自分も犯罪者になるわな。なるね。なるほど。自身に対して虚偽の発言で欺いたものを意思させる。意思ってなんだ。意思、どういう死に方なんやろね。それによっては、うん、あれよな、あれよな、あれよな、あの心不全、心不全、意思。はあ、れだ、この頭のこの部分がそれを想像させるってことだ。ああ、首吊りですね、多分ね。うんうんうん。恨みの記憶。この者、蘇生の術なる、すべかな、どっちかな。この者、蘇生の術なる流言にて、町民を欺き候。存在もせぬ無双の秘術で、就任をたぶらかした男が首をくくった。姿を消し、逃げを打ったと思われていたが、不思議なことに、神屋敷の庭で見つかったという。その男、裏長屋に住む仁吉は、切符の良さで評判の根付け職人だった。泣いて暮らすも一生、笑って暮らすも一生。それなら愉快に暮らすが一番だ。身寄りのない者を見かければ世話してやるようないなせな男。近頃は評判の浮世絵に便乗して繁盛していたという。きっと欲に転んじまったんだ。その絵師だったじい様も罰が当たったか無残な姿で見つかったばかり。罪の意識に耐えられず自ら命を絶ったか。死人に口なし、ゲスの勘繰りとばかりに人々は噂し合った。幾日も釣られていたために、たらりと伸びきった首に苦悶の表情を浮かべ、死ぬまでもがき苦しんだか、全身に縄が這い、あざだらけだ。また不運なことに、
家主が留守であったばかりに C の木より垂れたその無残な体育は落ちることのない C の木の葉のごとくいつまでも下ろされることなく不気味に揺れる姿を晒し続けた。人々はたたりを恐れ口をつぐみ、その噂だけがいつまでも残った。あー、落ち葉なき C のように落ちることがなかった。いや、ここの表現ちょっと嫌だけどいいよ。うん。で、これで意思させるっていうのが分かったから、ちょっと待って、これさ、うん、溺死させる、溺死、転落死させる、転落死、転落死させる、転落死やん。え、じゃあ白石道を転落死させられた、させられた、え、誰にってなっちゃうよな。ねえ、送り提灯はまだわかんない。送り表紙儀は消死させるでしょ、うん、で、落ち葉なき死が意思させる。津軽の太鼓はまだわかんない。足原屋敷もまだわかんないのか。詳しくはわかってないかな。うん、片刃の足も消えずの安堵もわかってない。な、なんだこれ、なんか一個あるよな。なんなんだ、 21 最後に出るのかな。なるほど。いや、1も出てない。1もないし。うん。間抜けてるもんな。ああ、確かに。なるほど。いや、鉄夫ちゃん呪われちゃった。どす黒い粘液のような重苦しい殺意が、俺の魂に侵食してくる。鉄夫ちゃん、鉄夫ちゃん、キュルビロス様。案内人になっちゃってる。乗っ取られてる。さあ殺せ！聞こえるか、かしり主よ。蘇りの秘術を求めし、かしり主よ。呪い殺せ。鉄夫ちゃんでも別に蘇りの秘術求めてなくない？求めてない。よな。うん。ボス！ボス！なんか、またこの案件か、みたいな言ってなかった？そうだね、そっち案件かよ、畜生、みたいな、うん。ボス、どうしたんですか？まさか、本当に猛録しちゃいました。ああ。猛録しちゃった。大丈夫だ。エリオ。はい。残念な知らせだ。猛録ですね。違う。厄介なことになった。残業決定だ。今日は多分帰れねえぞ。どういうことですか？ああ、ちゃんと事情説明してくれるんだ。うん。ああ、終わった。なるほど。この日のうちに、ある程度解決しなあかんくなってきたって感じなんかな。まあ、全部分かっちゃったもんね、多分鉄夫ちゃん的には。うん、だからその吉見一が争ったとかそういうので殺されたんじゃなくって、うん、もう完全に呪いで殺されたんじゃないかということと、その呪いの力に目覚めたかしり主たちが今いっぱい出てきたかもしれないっていうことも鉄夫ちゃん分かってそうだよね、うん、そんな感じするよな。蘇りの秘術みんな求めてるって。うんうん。はぁ、あ。やっとく？やっときますか。オッケー。